鳥クイズ4。この白い鳥の名前は何？白い鳥3種を選びました。まず1、この鳥の名前は何でしょう？パンダとそっくりの顔をしてます。これはカップルですが、メスはちょっと違って茶色い色をしています。白い色3羽集まり泳いでいます。この鳥は一体何でしょう？答えを申し上げます。ミコアイサです。通称パンダガモと言います。冬の鳥です。2、この鳥の名前は何でしょう？一年中湖にいます。朝日を浴び美しいです。頭のところには少しコブがある鳥です。庭でカップルでいることが多いです。そして子供を作ります。子供は可愛いです。羽ばたくときはかなり壮大です。一斉に走っていきます。ではこの鳥は何でしょう？はい、これは白鳥です。特にコブ白鳥と言います。美しい鳥です。3番目、この鳥の名前は何でしょう？春先婚姻色となり、特に美しくコロニーを作り子供を作ります。この口先のところの口元の緑色が婚姻色です。婚姻をして子供を作ります。まず巣材を運んで家に持ち帰っていきます。夕暮れ時の鳥は非常に美しいです。さて一体この鳥は何でしょう？答えを申し上げます。シラサギです。特にダイサギと言います。以上で鳥クイズ4はおしまいです。今後も見てください。